本日最後は私たちカラーガードによるパフォーマンス、グレイテストショーマンをお送りします。19世紀アメリカ、テレビもラジオもなかった頃、人々の数少ない楽しみは華やかなサーカスでした。そのサーカスを語る上で避けて通れないのが映画グレイテストショーマンの主人公、フィニアス・テイラー・バーナムです。今回私たちカラーガードはバーナムのショーに対する情熱や、みんな違うから輝くんだというセリフをもとに、一人一人が輝き、見ている人に挑戦する勇気を与えられるような演技を目指しました。それでは個性豊かなメンバーによって多彩な表情を見せるフラッグや小道具、物語をイメージさせる私たちの壮大なエンターテインメントをお楽しみください。グレイテストショーマン。Thank you.